塩川ダムは山梨県北都市須田町市、藤川水系塩川に建設されたダム。高さ79メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水、灌溉、浄水道、発電を目的とした山梨県への多目的ダムである、ダム湖の縄水が湖という。塩川は関東山地、近郊山に橋を発し、山梨県北都市を流下し、 富士川の上流部、釜梨川へ合流する一級河川である。延長 40km、流域面積は389.7平方 km で、河川勾配が急なこともあり台風などの大雨によって増水し水害をもたらした。塩川の河川改修を実施してきた山梨県は、今後の治水計画を講じる上で、川幅の拡幅による河川改修がもはや困難であるとして、 ダム建設を推進。同時に、灌外用水や浄水道用水の確保と、ダムからの放流水を利用した水力発電を合わせて、計画に盛り込んだ。山梨県は1970年に県否を投じて、予備調査を開始し、1975年より、国庫補助実施計画調査に着手。事業は1982年に採択され、 保証基準については1985年に調印を見せる。1989年より本格的な建設工事に着手し、1997年より淡水を開始、1998年に完成を迎えた。総事業費は490億円。塩川ダムは富士川の上流部、釜梨川に注ぐ塩川のさらに上流部に建設された。 中央自動車道、スタマインターチェンジより、増幅、ラジウムラインを北上すると、塩川ダムによって誕生したダム湖である、水が聞こ手前の t 字路に突き当たる。これを左に進み、トンネルを抜けると、塩川ダムのコンクリート停滞転場道路、塩川現場市である。ダムウガンには、ダム管理所があり、 塩川ダムの名を刻んだ巨岩やダム建設に協力した地域への感謝の印である故郷の石踏みがある。ダム直下には山梨県営の水力発電所、塩川発電所があり、海野市にある発電総合制御所からの遠方監視制御のもと最大1 1 0 0ットの電力を発生できる。ただし、ダム直下への一般の立ち入りは制限されている。一方、 先ほどの T 字路を右に進むと観光施設である水垣湖ビジターセンターがある。塩川ダムを含む周辺地域の観光案内施設であり、2階は湖が一望できるレストランになっている。ダム建設地点は火山噴出物の堆積した台地であり、特に左岸側には漏水を抑えるため約400メートルにわたって射水口が施されてある。 その断面は傾斜した土質社水壁を持つロックフィルダムそのものである。道の先は増不温泉郷へと繋がっており、ラジウムを豊富に含む湯は効能に優れ、武田信玄の隠し湯として古くから有名である。ありがとうございます。